パラアルペンスキー森井大輝。チェアスキーをコントロールし雪山を滑走。パラリンピック6大会出場を誇る彼が次世代に伝えたいこととは。僕が事故に遭ってしまったことっていうのはもう最悪なことだと思うんです。でも最悪の中の僕は今最高のところにいると思っていて、人間本当に死ぬ気でやれば何か道は開けてくるんだよっていう。もともと健常者だったんですね。でそこからまあオートバイの事故で体が不自由になってしまって、ああスキーができなくなってしまったんだっていう、その思いが、歩くことができなくなってしまったことよりもスキーができなくなってしまったことがショックで、本当に泣いてました、はい。この障害をなんか吹っ切れるというか乗り越えることができたなっていう瞬間っていうのがあって、1998年の長野パラリンピックのダイジェストというかをやっていて、でその時に本当に衝撃を受けたのが、僕と同じ車椅子のアスリートが笑ってるんですね。テレビに映る選手は本当に奥歯が見えるぐらい笑っていて、でコーチと称え合って他の選手と称え合っている姿を見た時に、また何かスポーツをやったら僕もこうやって笑えるようになるのかもしれないって思った時に、僕もじゃあこのチェアスキーっていう競技をやればまたこうなれるかもしれないっていう思いでチェアスキーをやろうと思いました。一番の魅力は自由になれるっていうところだと思ってます。車椅子の生活になってしまって、あここが大変だな、そこが大変だなって一切思わずに、その過ごすことができる時っていうのが、僕はチェアスキーに乗っている時なので、自由だった時の自分に戻ることができる。僕の多分最後のパラリンピックになると思うので、次の2026年がやっぱり体力的なものだったりとかっていうのはもう絶対的に衰えてるというか落ちているのは自分でも感じています。もう思いって言えば一番強い、はい、大会になると思います。気持ち的なものもそうなんですけれども、変えなければいけないところだらけかなと思っていて、しっかりと見直して金メダルを取りに行けたらなって思っています。なかなか取ることができないのが金メダル、世界選手権で金メダルを取ったりだとか、ワールドカップの総合だったりを取ることができて、そういった部分でやっぱりすごく嬉しい思いっていうのはあるんですが、でもやっぱりそうですね、パラリンピックの金メダルとワールドカップの総合っていうのはやっぱり全然違います。なんとかして取りたいなって、はい、もう今も思いますし、多分ずっと思うんでしょうね障害を持ってしまったりだとか、もしくは障害を負ってしまうと、やっぱりすごく辛い思いをすることもあると思うんです。でも考え方だったりだとか自分の生き方だったりだとかっていうのを変えることによって、逆に誰も経験できないようなことが経験することができたりだとか、もしくは新しいことだったりだとかにチャレンジすることができる。人間本当に死ぬ気でやれば何か道は開けてくるんだよっていう、そういうふうに伝えてあげたいなというふうに思います。誰かの道しるべになる。パラアルペンスキー森井大輝。